今現在、グアサーデザイン研究所という学校に通っているんですけれども、そこで学んだこととかをもっと実務で活かせたらいいなと思ってインターンを探していて、あとは実際まだ自分がどのデザインの方向に進むべきかっていうのがまだ自分の中で革新的なものがなかったので、そういった点で一回仕事をしてみて実際にどういう方向に進みたいかっていうのを自分自身見極めたいっていうのがありました。こちらの会社はもともと海外の、ユーザー向けの、サービスでして、もともと私自身留学してた経験もあるので、あとそうですね、ここの、会社ではドイツ人のデザイナーの方もいらっしゃったり、あと ISEC で、海外からのインターン生を募集をしたりと、結構グローバルな環境づくりをされているので、そこが一つ魅力的な点でした。スマホアプリのデザインをしたり、UI の部分だったり画面設計の方をしていたり、あとはウェブサイトの方のアイコンを作ったり、あとはそうですね、メルマガ配信などを行っております。今後はスタンプ作りを、スタンプ制作をしたり、あとはそうですね、もっと今のサービスをより良いものにするためにいろいろ話し合いながらデザインの方も変更していける、いけたらなと思っています。ここの、会社の環境がとてもアットホームな雰囲気で、エンジニアの方とも密に話し合いが常にできる環境にありますし、あとは社長の田中さんがもともと DNA 出身でして、でマーケティングとかまたエンジニアでもあるので、なんかそういった点でいつも常になんか刺激をもらえる環境にあると思います。ここの会社は本当にグローバルな目線で常に考えているなというのをすごく感じていますし、あとはみんなもより良いものをエンジニアもデザイナーも作ろうという点でもう一致団結していて、それに向かって常に話し合いながら新しい知識を取り入れながらやっていくところが魅力的な点だと思っています。もともと私はデザイン関係では働いてなかったし、学校もデザイン関係の大学を出たわけではないんですけれども、スキルが至らなくてもその強い思いがあれば何でもできる会社だと思うので、ぜひ皆さんも来てください。よろしくお願いします。